なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見にはいけないな。僕はなぜか外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、お前大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。クソ、エレン、勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。ベルトルトをエレンの元へ近づけさせるわけにはいかない。少しでも長く超大型巨人の足を止める。そのためなら何だって捨ててやる。から生き残ったのはエレンについてた104期生のみんなだけか。正直みんなまとめて吹き飛んで欲しかった。火のついた瓦礫を、ベルトルトはこの街を火の海にするつもりなのか。蒸気をまともに食らい続けた。多分やけどどころじゃ済まないな。蒸気の噴出が強まった。だけどそれだけ超大型にも負担がかかってるってことだ。多分理屈はエレンの巨人化と同じだ。短時間に連続して力を使うことはできない。もっと時間を稼げるはずだ。やっぱり骨は消費しないんだ。そして何より熱風を放っている間は筋肉を動かせない。けどアルミ、それが君の最後か。君がその知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやってあぶられ続けることなのか。なら分かったよ。今楽にしてやる。エレンに託すんだ、僕の夢、命、全て。きっとエレンなら海を見てくれる。終わった。さあ次はエレンと馬を。これは硬質か。取った。最初にエレンは動けないと思わせたのも、ある意味の抵抗も、硬質化した巨人のカカシを作るための時間稼ぎ。
全ては僕の隙を作るため。クソ、分かってたはずなのに。お前が誰よりも勇敢なことぐらい。